池野から、えっと、工学学部についいてて生発表させていただきます。よろしくお願いいたします。えっと、思ったよりも大人数の前で、あとさらにあの保護者の方が多いということで、ちょっと緊張して、とお聞き苦しいこともあると思いますが、よろしくお願いいたします。では、始めさせていただきます。えっと、まずはじめに本日の流れですね。えっと、 えっと、本日の流れとしましては、まずあの、私の自己紹介させていただきまして、その後に千葉大学工学部についてお話しさせていただきます。そして、えっとわ、私が所属している機械工学コースについてで深掘りさせていただきまして、その後あの、私がちょっと行ってきた台湾留学についてお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃまずはじめにですね、あの自己紹介と、自己紹介と、えっと、千葉大学工学部についてお話しさせていただきます。 えっと、私、池野真弘と申しまして、出身は東京都になります。えっと、東京の都立高校から、えっと、まあ、現役で千葉大学の方を入学して、今に、えー、現在4年生になります。で、春から、来年の春からは、えっと、千葉大学の大学院に進学予定で、修士課程の方に進む形になります。えっと、次にですね、えっと、千葉大学工学部についてお話しさせていただきます。千葉大学は、まあ、基本的に、 えっと、8つのコースがありまして、一般的な総合大学の工学部としては、すべてのこう、えっと、学科が揃っている形になります。さらにですね、あの、特徴的なところで言うと、デザイン科が、えっと、非常に、えっと、ユニークな学科なのかなと感じています。ちょっとあの、8つのコースすべて説明することができないので、私が所属している機械工学コースについて、えっと、重点的に説明させていただきます。まあ、まず、あの、機械工学とは何ぞやというところで、 えっと、皆さん多分想像するのが自動車とかが一番最初に連想されるのかなと思うんですが、まあ大きいもので言うと航空機だったり、まあ半導体の製造装置だったり、からまあ日用品、まあ今で、写真の方、あ、ごめんなさいね。写真の方載せ,た載せたんですけれども、あの、電子レンジだったりというものから何から何まで、もの全てに関わる工学ということが機械工学であります。えっと、まあさらにですね、自動車に代表されるように日本の基幹産業である えー、産業製造業ですねの根幹の学問になっていますでさらにここからですね機械工学コースについてお話しさせていただきますまずあの機械工学上としましてえっ、ー、と座学から実学までということを1つ目に挙げさせていただきます基本的にではえっ、ー、と機械工学の四力と呼ばれるものを基本、えー、重点的に勉強していきます機械力学 熱力学、材料力学、流体力,力,力学の4つになります。さらに、えっと、3年生からは、この4つの4力の勉強に加えて、えっと、工場実習であったり、さらに卒業研究に、実学にシフトしていきます。えっと、2つ目の特徴として、えっと、多様な研究領域が挙げられます。先ほど述べたように、 先ほども述べたように、身の回り、身のりすべてに機械工学は関連しています。えー、すなわち研究領域も非常に多岐にわたっています。千葉大の工学部機械工学コースでは、えっ、ー、と、4つのけん、四つの領域と、ごめんなさい。すみません。えっ、ー、と、四つの領域と16の研究室があります。えっ、ー、と、今、下に上げた5つの写真はですね、えっ、ー、と、わずか5つのみなんですが、 えっと、一番左が、えっと、マグネシウムの合金の材料組成の写真になっていて、えっと、材料の研究になっています。さらには、えっと、ドローンだったり、羽ばたきロボット、さらにはエンジンの流体解析だったりっていうものだったり、まあ、他にも、まあ、他にも16個ありますので、たくさん存在していきます。さらにその16の研究室の中で、さらに複数の研究テーマがありますので、えー、研究できる範囲というのは非常に多岐にわたっています。 3つ目ですねあの、グローバルスタンダードな実力要請ということで、えっと、機械工学のコースの目標が、えっと、プロの技術者、えー、研究者を要請するということが書かれていました。えっと、皆さん多分ご存知だと思うんですが、アメリカとかだと卒業が難しいとよく言われるんですが、あの機械工学コースも卒業が難しいです。先ほどあの説明があったと思うんですが、ちょっと気を抜くと留年するよみたいな、あの もう教育意識持ってないと留年するよみたいな話があったと思うんですがもう教育知識持っててもしっかり勉強しないと留年するよというのが私あの機械工学コースの特徴になっていますえっと厳格な成績評価これんで厳格な成績評価するかというと、えっと、工学機械工学は特にあの皆様のお手元に、えっと、ものが行き渡る学問ですので 少しでもミスをすると、皆様に危害が与えてしまう。危害を与えてしまうから、厳格な成績評価。さらに、その中で育まれる確かな実力というものをつけなければいけません。私の第2021年度が入学生なんですが、最初80人ぐらいいたんですが、気づけば50人ほどに約30%以上が留年する形になってしまっているので、あの、保護者の皆様は、えっと、機械工学コースに入った後は、ちょっと留年に寛容になっていただければと思います。よろしくお願いいたします。 次ですねあの機械工学コースのカリキュラムについてお話しさせていただきます、えっと、機械工学コースですね入ってから1年次はですね、えっと、普遍科目の外国語であったり、えっと、人文社会の,あの学問であったりというものを教養科目として勉強していきますさらに、えっと、専門科目基礎とされしてますが、えっと、線形代数であったり微分方程式だったり あの微積文学といったものを勉強してさらにあの高校の物理数学と大学の物理数学の,、えー、と渡あの橋渡しをするような機関になっています更、えー、にですねこのあと2年生に入って先ほど述べた四力と呼われる機械工学の、えー、中心的な学問についてお話し、えー、勉強していきますでここであの2年次から3年次に上がる際なんですけれども鍼灸ゲートというものがございましてここがですね 留年チャンスなんですね。えっとまあ、留年チャンス、実際のものを見ていただきたいんですけれども、紫色のものが、えー、紫色のものが必修科目と選択必修の科目になっていて、えー、緑色のものが、えー、と教養科目になっています。あごめんこれ2年後期ですね。あの留年チャンス直前の、えー、と時間割になっています。見てわかるんですけれども、あのとんでもない量の授業を受けながら、さらにこの紫色の方はですね、基本的に対面のテストがあって、 絶望的な対面テストの数というのをデメリットに挙げさせていただいてるんですが、あちょっとあの本当にやばいです。<laughs> 留年を感じる、多方向の友達があの留年しそうしそうみたいな感じになっているので、めちゃめちゃ留年を感じます。で、まあ、ここを乗り越えた暁には、ですね、えっとまあ、実験だったり実習というものが、えっと、専門科目の勉強に加えて入っていきます。 でか、さらに、3年次後期から、あの、研究室への配属が始まるんですが、ここでさらにですね、あの、前期終了後、卒業研究配属審査と呼ばれるものがありまして、必修科目、たった2科目、あ、3科目、落としただけで、アウトになるんですね。ここもさらにですね、先ほどより厳しい、現大チャンスになるんですね。 ま、見ていただければわかるんですけど、あれ、さっきより需要が減ったかなと思いま、思うじゃないですか。実はですね、ここに設計、製図だったり、企画、実験だったり、あとは実習というものが入ってくるんですね。そいつらのレポートだったり、製図課題っていうのは非常に重くて、さらに、普通に勉強しているここらの科目が、あの、2年後期に比べて難しくなっているので、えっと、やばい <laughs> ですね。あの、私結構、あの、卒業、あ、成績いい方なんですが、あの、 本当に留年を感じてあの成績発表に動機が止まらない状況になりました。で、まあ、これを乗り越えるとですね、あのまあ研究室配属されて卒業研究の方をメインに進めていきます。4年生は基本的に卒業研究だけの授業になって、まあ、修士課程に入る、修士課程も一応載せたんですが、約8割はそのまま千葉大で進学して、えっと元々のいた研究室そのまま。 え、卒業研究の題目、持ち上がりで進んでいく方が多いかなと思います。えっと、一応、機械工学コースのまとめということで始、始、え、め、ー、させていただきます、まあ。プロの技術者は研究者になれますよと。えっと、座学と実学のバランスがあって、まあ、実学の前には座学が必要になりますので、そこをしっかりバランスをとって勉強していきます。 さらに幅広い研究分野になりますね。えっと、興味が定まってない人でも入りやすいと思います。私も実際、まあ、機械工学には興味があったんですが、えっと、最初に入、も持っていた興味の学問、分野とは、えっと、異なる研究室に配属しま、えー、入りました。えっと、そうですね。あの、これはなぜかというと、ものづくりすべてに関係する機械工学であるからですね。えっと、さらに厳格な教授陣の中での身のある学習ということで、まあ、非常に厳しくはあります。しかしながら、そういう相応の見返りがあります。 えっと、まあ、エンジニアリングに関しては、基本的に仲間と共同して、共同作業がメインですので、そういった習慣をこの勉強の中でつけることができます。で、えっと、機械工学については一旦終わらせていただきまして、台湾留学、私が行ってきた台湾留学についてお話しさせていただきます。えっと、この台湾留学ですね、あの、先ほどご説明がありました、全員留学とはまた別に、あの、自身で、あの、個人的に行かせていただいたものになります。留学の動機としてましては、 まあそもそも海外に行きたいなと思っていたり、あとまあ住みたいなと思っていたりしたことがあったのと、あとですね、4年生っていうのは卒検だけなんですね。あの機械工学コースの中で、あの、まあ結構珍しい期間、結構自由な期間が4年生なんですね。で、あの、終始に入ると、あ、終始でもいいじゃんと思うじゃないですか。終始に入るとすぐ就活だったり、さらに研究がめちゃめちゃ多忙になるんですね。ですので、 ラストチャンス、留学に行けるラストチャンスが4年生だということで、私の指導教員、平井教授というんですが、その人と相談して、快楽をいただきまして、あの台湾の国立聖華大学の方へ留学をさせていただきました。とですね、えっと。留学の概要についてお話しさせていただきます。プログラムについては、えっと、国立聖華大学、台湾の国立聖華大学主催のサマーリサーチインターシップということで、えっと、研究が主体の えっと、語学留学とかそういうものではなく研究が主体の留学にさ、えー、留学です。えっと、期間としましては、ま、2ヶ月間、あちょっと短めですね。短めの期間、えっと、留学の方をさせていただきました。なんでこれ行ったかっていうと、まあ、将来的にちょっと、ま、海外で勉強してみるのもいいかなと思って、その前段階として、まあ、実際海外で勉強するのってどうなの研究するのってどうなのと思うののテストとしても、 あのテスト的な感じで留学の方させていただきました留学先について述べますと台湾・新中市新竹と書いて新中と呼ぶんですが台湾半導体の中心地になります、えっと、えっと2つの国立大学とですねあの有名な企業ってうと TSMC 皆さんのスマホのチップが大体 TSMC で作られていますといったものが、えっとまあ、台湾のビッグテックテック企業が集まるまあ科学の街ですねつくばがめちゃめちゃでっかくなったバージョンだと思ってくださいそういった街になります これがあの写真なんですが大学の中に湖があったりするめちゃめちゃ大きい千葉大学よりも全然大きい大学になります、えっと、まあ先ほど述べたようにえっと内容につきましては立証した授業はありませんでした、えっと、基本的にえっと平日は研究していきますここが機械工学科が入ってた建物なんですがここに基本的に遊兵されてえっと研究の方を進めていきました まあ、土日に関しては、まあ、頑張って、研究はもう平日のうちに進ませて、えっと、旅行というか、まあ、外に出るようにしていました。アイベアの子が、まあ、えっと、アメリカから来た子で、まあ、仲良くさせていただいたんですが、その子と、まあ、台北だったり、まあ、九分と呼ばれる、まあ、あの、千と千尋のモデルになったんじゃないかと呼ばれている場所だったりに行かせていただきました。あとは、この一番台湾の南の町、高尾といったところも、 えっと、行くことができて、台湾について2ヶ月間で詳しく知ることができたかなと思っています。最後にですね、えっと、この研究、あ、ごめんなさい、台湾留学についてのまとめさせていただきます。えっと、一番最初に述べたいことは、留学すごいいいですよということを述べさせていただきます。えっと、ま、現地に行かないとできないことってたくさんあると思うんですね。その中でも今回私がやらせていただいた、あの、研究活動というのは、 特にあの現地に行かないと不可能だと思っています。まあ、英会話あたりだったらまあ正直オンラインでもできるんじゃないかなと思ってるんですが、研究は現地に行かないとできません。まあ、文化も研究室のやり方も違う場所で、えっと、感性のすり合わせから必要だったんですが、それを英語でなんとか議論したり提案したり、相手文化の理解とか自分の主張への塩梅だったりっていうのを空気を読む力がついたのかなと思います。 さらにですね、日本人以外の関わりということで、まあ、はっていること常識など全く違います。さらにですね、あの、アイベアの子がですね、あの、アメリカから来て、えっと、まあ、彼も研究をしていたので、その方といろいろ研究について話したり、知識について話したり、こういうこと知ってる知らないよみたいな話をしたりして、非常にあの、活発的な議論ができて、ミニ学会みたいな感じで、えっと、過ごすことができました。で、えっと、まあ、 研究留学って基本的に修士以降、博士前期課程、博士後期課程で行くものだと思うんですが、まあ、チャンスとしては学部からえっと研究留学をすることができますよということを述べさせていただきまして、えっと、本今回の私からの発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。